バタハクトランラー。どうも、沖田由紀です。どうも、沖田由紀です。おはようございます。もう、自分で間違えんなよ。東京コスモに、はい、行ってきました。行ってきました。行ってきました。すごかったね。すごかったね。人がもう。でね、その様子をちょっとこう動画に一応撮ったので、ご覧ください。どうも、北遊戯でーす。さあ、今日は私はどこに来ているかというと、東京コミコンに来ております。嘲笑の目にさらされながらね、撮ってるわけなんですけども、ちょっとすごいですわ。壁の様子しか。東京コミコンの壁の様子をお届けしてるんですけど、いざね、こちらにカメラを振るとね、すごくない？ねえ、この人だかり、めちゃくちゃ恥ずかしいよね。どうもって言った瞬間何人かおってなったという。レポートというか、この途中経過をお伝えしていこうかなと。初日22、23、24幕張メッセでやっている東京コミコン、僕ら初日に今参戦してるんですけど、何言えばいい？伝えることがないんだけど、それこそビレッジヴァンガードとか豆魚雷っていうお店とか、いろんな東京にあるサブカルのお店が独自で出店して、でコミコン限定のグッズとかも売ってたりするんで、それもね楽しかったりする。まあ俺は一個も買ってないけど。ずっとなんかこう恥ずかしくて、なんかとりあえずもらえるチラシは全部ありがとうございますってもらって、無理しなきゃいいのに。いや、まだね楽しんでいこうと思うんで、とりあえず今は途中経過をお送りしました。はい、もうちょっとオリジナリティに全振りした。オリジナリティやな。オリジナリティに全振りした。その何かがわからんからってオリジナリティって言うの。グッドスマイルカンパニーや。うるさ。うるさ。そうそうたるメンツ。いや、そうよ。の中の沖田優希。沖田優希。うん。俺も言うたらブースやから。え歩く。歩くブース。せっかくコミコンに来たのに、うん、端っこのブースを楽しんでいくって。陰キャが言えば。ジョーカーと、ジョーカーがいますね。すごい。こんにちは。もう一歩踏み出す勇気がない。全然喋らんよ。もう一歩踏み出す勇気がない。コスプレイヤーの人と今日はちょっとこう絡みたいっていうのが、いやだからめっちゃ絡んだら目標としてあるんだ。なんなら向こうから言ってきてくれたのに、こんにちはって言って、わーこんにちはって言われた、行こうっていう感じで。じゃあ行く。いや、もちろん。なんか動画とかだとさ、時間取るかなって。あー、お前なんか真っ当な理由つけてよ。どうす。いや、もうすごいもん。もちろんもちろん、真ん中に行ったら。なんか動画とかでもいいよ。あ、もちろん。ジョーカーのお二人にちょっとこうお話をね聞いていこうと思うんですけど。すごいな。コミコン歴とかちなみに何回目ぐらいなんですか、コミコン。うわっ、大ベッド、僕の初めてのコミコン。インタビュー慣れしてないんで。なんでやろう思ったんや。なんで今回はジョーカーとかにしようかなって思ったんですか。私がすごくジョーカーが大好き。あ、大好きで。そうなんですよ。もし私がジョーカーだったらこんな感じかなって。あ、いや、もう本当に、いや、もうかっこいい、かっこいいんですよね。うわ、今二人に挟まれてるお前死ぬほどダサいもん。違うつもりですか。そう、口を裂けさせる。僕なんかは髪の毛緑にして、いや、コスプレしてみたいんですけど、ジョーカーでいいか。俺がインタビューされるぞ、もしかして。ありがとうございます。じゃあ、まあ、とりあえずな、あのコスプレイヤーの人と絡めた一組。もうそのちょっと俺トラリさえこのコミコンっていうでかい会場なのに、緊張しすぎて声が全然聞き取れてないっていう可能性あるんで、お聞き苦しいところはあると思うんですけど、すみませんよ。普通にスパイダーマンもおるな、ブラックパンサーもおって、うわかっこいい。バカな声が、おい300とるやん、お前。コスプレイヤーの人に話しかけてみたいと思います。はい、
スタートレックですか。スタートレックのキャラクター。Where are you from? Originally, Alaska. Alaska? アラスカ。あ、アメリカ。はい。あ、そうです。そうだね。あ、全然日本語。日本語いけるんすね。はずい。ちょっといける。日本語ちょっといける。ちょっと少し。あ、すごい。はずい。Are you from Tokyo? Yeah. Yeah, っていう。Very close. Yeah. First time?No, we came third time. Yeah. Any time? A lot? Oh, this? Third? Oh! Third ですわ。First time? Yeah. First time. Hope you enjoy it. Thank you. スタートレックですわ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you. スタートレックしかわからんかったな。何かは俺もね、踏み込めんかった。帰宅して、はい、ちょっと感想をね。述べようや。そうしよう。はい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 、見ていただきましたけども、東京コミコンの様子ね。はい、見知らぬ青い外国人に声をかけたりとか、いろいろあったよ。いろいろあったけど。いろいろあった。本当にそのスピードのバスがね、うん、来とったりとか、うん、ほんまその東京コミコンでしか見れん展示とかいっぱいあって、そうね。マジ楽しくてね、楽しかったと同様に、肩が痛いんよね。グッズありすぎて、うん、もうその、革上に関しては何も買ってない。何も買ってない、もう。何買えばいいかも分からんから、ただ見て満足しちゃって。マービルね、ポップアップストアとか、うん、すごかったじゃん。なんならその店に入るまでの、その行列が。そうそう、並んだりしてね。うん、で、すごい並んで、入ったら、うん、そこでもう満足しちゃって。でもそれじゃさすがにいけんということで、うん、俺、ワーナーのね、ワーナーブラザーズのブースにあった、うん、この、東京コミコン限定の、福袋。うんいや、これ、かっこいい。これかっこいいな、このフラッシュの、この袋に入っている、うん、この福袋をね、5000円するんですよ、1個。その5000円の福袋をちょっと開封しようかな。おー、めっちゃ、ほうどうえちょっと行くと。え、待って待って、めっちゃいいんちゃう？まずこれ。こちら。はい、こちらは、もうこの福袋、共通して全部入っている。うん T シャツなんですよ ね, いいねバットマンの T シャツこれはもう全部に入ってるまずまあこれこれもいいけどこれも十分いい、うん、はいこれはポーチですね、はい、バットポーチバットポーチいいまあこれいいよねいい、うんうん、まあ多分使わんけど俺はいや使って多分バットポーチ大バットポーチ大バットポーチ小ですねこれがセカンドバットセカンドバットいやこれほんまにいいじゃんちょっとね、うん、ちょっとおしゃれなでおおぉこれ DC のトートバッグですね。あ、トートバッグ。ええやんええやん、ええやん。物入れるものが多いね。今んとこ、カバンからずっとカバンやん。で、はい。これピンバッジコレクション。おぉジャスティスリーグ。あ、ジャスティスリーグ。え、めっちゃええやん、これ。ねえ。いや、欲しいな。もう俺、皮膚に直につけるもん、この、モンキーパンチと、あら、え？シャザムのコラボステッカー。ルパン三世のモンキーパンチ先生が書いたシャザムのステッカーですよ。食べる？え、食べんの？いや、これ見とい。ラストです。はい。あと一個。これ僕見てちょっと一番テンション上がったんですけど、シャザムのブルーレイ！これ一番嬉しいな！嬉しい！よかった、買ってなくて俺。いや、ほんまやろ。うん。しかも、今回のこのシャザムの主演のザッカリー・リーバイさんは、うん、今回コミコンに来てるんですよね。来てた、ね、来日してて、まあ、さすがに俺らはね、お金なさすぎて、撮影もできんかったんじゃけど、ほんま遠目で、多分、あれ、ザッカリー・リーバイっていう認識して、こういった、はいはいはい、こういったものたち、こういったものたちが、うん、5000円で買えるって。素晴らしい。この袋だけでさ、うん、なんなら1000円ぐらいの価値あるのよ。この袋いいよ。これコミコン限定なんですよ、この袋。フラッシュのね。そう。限定品なんで、うん何袋限定なんで、この福袋自体が。ほうほうほうこれ本当に行って、まだ残ってたらね。うん、もう結構、並ぶ系、最初だけ、うん。入場だけ並ぶ系、その防寒対策だけしっかりして。いや、もう寒い。寒かった。それだけね、うん。ずっと鳥肌立ってたもんね。あ、なんか、ちょっと変な感じになって。俺一応、そのコミコンの、うんそのリュックの中に、一応この頭も入れとったんだけど、荷物検査で、お姉さんが、ちょっと荷物いますねってパッて見て、こう、0.8 秒ぐらいフリーズして、んってなって、俺はん俺はんってなって、ま、触れんとこみたいな、あ、どうぞーってなって。こいつ、コスプレイヤーの方もいっぱいおるから、
こいつ多分コスプレしに来たやけど、あ、これ違うなって思ったんやろな。で、リュックにしまったんやろな。大丈夫です。どうぞ、どうぞ。俺がすごいかましに行って滑っとるやつみたいな感じになってて。恥ずかしすぎるわな。コスプレイヤーの人もね、優しいよね、みんな。うん。ほんま優しい。今日話聞いた人もね、全然 YouTube に上げてもいいよなんて言ってくれて。いや、もう全然喋りかけんね。全然喋り、起きたが喋りかけんけど、もうね、喋りかけて、頑張ってほんと勇気振り絞って一歩出たら、すごい、そう、ウェルカムでな。普通に映画とかに出てくるような、すごい。レベルがもうめちゃくちゃおって、そう、ほんまにすごいから、ぜひ行ってほしいし、うん、展示もね、うん、楽しんだり、あといろんなグッズもあったり、楽しかったんで、皆さんもぜひ、東京コミコン行ってみたりとかね、うん、してみてください。はい。沖田祐樹でした。